選手。おいのセール・ケータ及びモハメド氏ッコもマリ代表として現在活躍している。1963年16歳の時にレアル・バマコへ入団を果たすと同時にマリ代表に招集されアフリカクラブ選手権では8試合で14得点を挙げる活躍を見せた。その才能が認められ1967年に リーグアンエースサンテティエンヌへ移籍。バマコのガゼル、黒表のニックネームで5シーズンで3度のリーグ制覇に貢献する活躍を見せ、1970から1971シーズンには38試合で42得点を挙げ、1970年のアフリカ最優秀選手に選出された。1972年のアフリカ選手権ではマリ代表を準優勝に導く、 原動力として活躍、その後バレンシア CEF やスポルティング CP に在籍し、現役生活の終盤はアメリカでプレーした。引退後は、大学で学んだ経営学を活かして、ホテルや不動産事業を展開する傍ら、入団したクラブでもあるレアルバマ公式面を中心に、援助、1993年には若手選手の育成機関、サリフケータセンターを設立し、 1997年にはチームをマリー一部リーグに昇格させるなど手腕を発揮している。2005年から2009年までマリーサッカー連盟の会長を務めた。ありがとうございます。